はかりの構成質量の標準器、キログラム元気構成は、測定器の読みと入力、または測定の対象となる値との関係を比較する、作業である。構成が本来の表記だが、ややは常用漢字の音訓表にない読みのため、構成、または構成と表記することもある。各世意図は読まない。例えば、ある機器に流れる電流について、 ある測定器で測ったら 1A だったのに別な測定器では 5A になるというならば、それらの測定は用をなさない。構成は、それぞれの測定器の読みのズレを把握し、共通の測定の基盤を作る行為である。上の例では、安定的に基地のアンペア数の電流を流すことができるような機器を測定することで、個々の測定器の読みが期待する値からどれだけズレているかを知ることができる。 この行為が構成であり、構成の結果を加味することで、測定は適正に行われる。構成の結果は測定器に固有のデータとして保管され、必要に応じて測定などの際に参照されることが多い。標準器による構成を受けた測定器を用いて、適切な対象を測定し、その根付けを行うことによって、別な標準器とすることが可能である。当然、 その標準器によって、さらなる構成を行うことができる。このように構成は、厳密に定義された、国家標準などを大元とし、測定器と標準器とを介して、段階的に連鎖する測定の体系を構築する、ものである。この構成の連鎖をトレーサビリティと呼ぶ。また、このような構成体系を図式化したものを、トレーサビリティチャートと呼ぶ。本節においては、構成、 構成、構成の表記について各分野の管理あるいは法令等に倣って記載している。計量法に規定する計量機の構成の定義は、その計量機の表示する物証の状態の量と標準となる特定の物証の状態の量との差を測定することを言うとされており、その差を最小とするための調整は含んでいない。計量法以外の法令には、 同音で構成という規定もあるが、計量法における、計量器の構成のような定義規定は置かれていない。実務上は、対象とする測定器の特徴に応じ、構成、構成いずれの場合においても、調整も含む例も含まない例もある。法令などがややを、こうと読ませる場合に使用しないのは、こうが常用漢字の読みから外れるからである。ちなみに、分かりやすい例を挙げれば、 構成、構成の英訳はキャリブレーションが用いられるが、キャリブレーションは調整を含むことが多い。道路運送車両法での例道路運送車両法第12条第1項に基づく登録構成実施機関が行う、構成は自動車検査用機械器具の構成にかかる国土交通大臣の定める技術上の基準に従い実施することになっている。同基準において、 多くの自動車検査用機械器具について許される誤差が示されているだけであり、誤差がその範囲内であることを確認すれば調整は不要である。しかしながら、自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準第51条に定める1、酸化炭素測定器のゼロ構成、スパン構成は調整を含むものと解される。 電波法での例電波法第102条の18に基づく指定構成機関であるテレコムエンジニアリングセンターインターテック及びキーサイトテクノロジーが行う構成においては周波数系の基準周波数は標準周波数と比較して調整することになっているが高周波電力系の指示値については非構成電力系の指示値に対する構成値を構成結果として通知するだけで 調整を行わなくとも、公正としている。なお、電波法、第24条の2第4項、第2号においては、電波法に基づくもの及び外国において行うこれに、相当するものを、公正、計量法に基づくものを、公正と呼び分け、両者を総称して、公正等と呼んでいる。コンピュータの表示装置であるディスプレイを測定器と捉え、そこに期待通りに画像が表示される、 要調整することを、表示構成、または、モニタキャリブレーションと呼ぶ。通常、輝度、ガンマ、色の調整を指す。CRT モニタの場合には歪曲、アスペクト比、フォーカス、色ずれなどの調整も含みうる。DTP 用途においては、より正確な色再現性を要求されるため、ディスプレイだけでなく、プリンター、イメージスキャナ、 デジタルカメラなどにおいても調整を行う場合があり、これを総称してカラーキャリブレーションと呼ぶ。計量法に計量器の構成が規定されたのは平成4年法律第51号により同法が全部改正されてからである。それまでの計量法には構成の号は用いられず、計量器比較検査の方法として、その計量器の表示する物証の状態の量と元気、または 標準機の表示する物証の状態の量との差を測定して定めると規定されているだけだった。自動車検査用機械器具の構成に係る国土交通大臣の定める技術上の基準2012年12月20日閲覧。自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準2012年12月20日閲覧。計量法に基づく特定計量器 検定検査規則第898条においては、ゼロ構成、スパン構成を、それぞれ、例位調整、感度調整と呼び、構成の語を用いていない、財団法人テレコムエンジニアリングセンター、測定器等構成業務の手引き、2012年12月18日閲覧、P4、測定器等構成業務の手引き P16、ありがとうございます。